また一人です。今日ね、リスナーさんから、オープニングの仕方、前回ね、シャンパンでポンってやったんですけど、はじめさんがいるかと思ってノリノリでオープニングを迎えたらはじめさん来てくれなくて、今回、リスナーさんからね、あれ、素敵な案をいただいて、クラッカーをね、2個用意したんだけど、これね、やっぱはじめさん来てくんない。そろそろね、はじめさん来たらコメントをして、もう来るか来ないかはっきりしろって、ね、なんで今日ね、素敵なゲスト、先週のあれだ、未公開動画ナイトチューブさんのあれにやったんだけど、ゲストで代表をね、忙しい代表に来ていただこうかなと思って告知をしたんですけど、多分代表も来てくれるかな、はじめさんと一緒に来ると思うんだけど、はじめちゃん間に合わず、ちょっとオープニングしようかな。俺の理想はゆずぽん、はじぽんで今夜もポーンみたいな感じがしたいんだけど、一人じゃどうしようもないから、どうしようかな。ポンってやったら、パンってやったら CM 見てください。普通に行きます。普通に行きます。じゃあ今夜もお付き合いください。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ポーンってやった瞬間にガチャって入ってきたっていうね。でもね、なんかそっからトイレに行ったっていう。何なんだろう。ただね、ほんとここのいい人だなって、ポーンってやって髪が出ちゃったのをささって拾ってくれたから、いい人です。いい感じだった？エコー聞いてた？またかよ、ほら。ボン！ほらー。おい！はじめさんの分も用意してんのに。マジで？2個もあったの？だから俺や、もうオープニングしました。じゃあ行くよ。俺遅れたからね。だから、じゃあ一人でオープニングやる感じでやってください。あ、お前は本当に、本当にやりたい。危ない、本当にやりたい。違う、本当に、いや、今日は、いや、俺確かに先週も遅れたよね。え、しかもなんか、昨日言われたんだけど、うるさい。びっくりした。びっくりした、今。なんで急にやるんですか。何これ。ガチモンじゃん。なんか、先週もオープニング遅れて、で、俺一人でやりました。めっちゃ緊張したし、どうやったらいいかわからないし、ってのを笑いながら見たよ、なんかめっちゃ緊張してたじゃんって言われてめっちゃイラッとしました。じゃ来週は2人でやりましょう。いや、1人やってくださいよ。本当に？もうやだ。だってゆずぽん、はじぽんだからこそ無理じゃないですか、かけたら。じゃあ俺はだってひとまとめにするもん、俺1人でやったら。ゆずはじぽんでいく。あ、うまいよね。めっちゃ背伸びしたら、背伸びしてください。ほら、犯罪者みたいになってるよ。こっちか。そ, ね、それでいいじゃん、それでいきます。大丈夫、絵的に大丈夫。水族館綺麗やん。え、そう、なんか今日背景何がいいですかって言って、うん、何もないですって言ったらやってくれました。背景そろそろ決めなね。背景何がいいですかね。まあ、背景とかね、またリニューアルしたからこそ新しいね、いろいろなことができるから。え、2人のためにオープニング考えたのにって。オープニング考えてくれた。え、そうなんですよ。だからクラッカー、うん、本当は、あ、まあそう、クラッカーだったんですけど、うん、2人でね。本当はクラッカーって、これクラッカーじゃないの？え、そうそう。来週また違うのやります。な、2個ぐらいもらったんです。 あ、マジで。はい、まあ、確かにね、あのシャンパンのやつね、確かに良かったけど、あれだよね、飲む係が必要じゃない。飲み屋さんが必要。あの後捨てといてください。そうで、あれちょっとね、飲み屋が必要になっちゃうからね、あれになっちゃうけど。あ、来てるよ、今日
今日のお題は今日のゲストは、はい、ゲストは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 、はい、今言いましたけどね。え、もう言っちゃったの？はい、言いました。今日ゲスト、はい、来へんって。いや、来てくれると思うんですけど、一緒に来るって言ったんですけど。そう、俺本当に一緒に来るはずやってんけど、なんか全部どっちかというと最後押し付けて帰ってきちゃったから、あとは俺がやっとくからって言ってたから、まあ、どこまでで、最後にちゃんと言った、ちゃんと巻きてきてくださいねとはちゃんと言ったけど、大丈夫かどうかは、間に合うかどうかは。最近本当に孤独を感じる。え？かな。なんでこんなにお前支持率高いのに。ちょっと来てください。はい、すいませんでした、はい、ごめんなさい。で、今日のゲストはまだ到着しておりません。もうちょいしたら来るはずです。で、ね、今日のお題はなんですけど、その先週ね、従業員から見て誰を指名したいかみたいな、うん、で、俺もはじめさんも一致で代表でした、せつなさんでした。いや、そのせつなさん出てもらおうかなっていうふうに今日依頼したんですけど、代表とはどんな人？今日のお題、代表に潜入してみたみたいな感じだね。そうですね、潜入、密着、密着、あ、違う代表分解。はいはいはい。ではもうさらけ出そう、今日は代表を。はい、もうスタメンじゃないっすか。え、あの人酔っ払ってました？いつも自分に寄ってるから、あの人。いや、はじめさんよ。いつも自分に寄ってるからね、今日。いや、なんか代表とはじめさん揃ったら飲むのかなと思って淡麗用意してたんです。え、マジで？はい、ありがとう。パパーっとウーロン茶入れたからね。だからお前さ、これ下見えへんねんからさ。見えへんねんから、俺が何飲んでるかあんま分からない。で、俺こうやって飲むから。ウイスキーっぽいよね。こうやって飲むから、ほら見えへんぐらい何飲んでるか。見えてる見えてる。え、見える？見えるでしょ。そちゃん、そちゃん、そちゃん。じゃ、来ますよ、ED。代表のイメージありますよね、みんなの。ED でしょ。これは真面目だなっていうイメージ。いや、まあ、俺らそれさ、見てるし働いてるからや。はい。もうリスナーさんから代表じゃあどうですかって聞いたら、はい、もうただのインポやね。インポ。いや、そんなことないでしょって言いながら、ED 治ったのって書いてる。でしょ？そうなのかもしれない。でしょ？だって多分リスナーさんが唯一うちの代表のことで知ってることって言ったら、はい、あの人は使えない人。いや、でも来てくれてる女の子からしたら、まあ、まあ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 、そうね、まあ確かに確かに。せっちゃんラブ、オラオラだって。おっさん、オラオラ、優しい。え、てか無許可。来てくれてる人ってこれ何割見てんねやろ。無許可。そうですね、どんぐらいの子が来てくれてるのか。多分俺のお客さん多分一人も見てないと思う。最近どうだろう、あんま数人しかいない。なんか過去の動画、はい、で YouTube に上がってるやつはなんか見たよとか言われるけど、はい、リアルタイムで今日どうだったっていう連絡が最初の方はあったけども最近全然怖い、はい、今日ちょっとなぜか分かんないけど、はじめさんについてちょっと考えたら、うん、こんだけあの区役所通りの看板とか出てるじゃないですか、うん、はじめさん目当てで来ましたと女の子一人も見たことないなと思って。そういうこと言うよ。ニコ生見てはじめさんに会いたくて来ましたみたいな一人もいないな。そう、で、俺大概ね、大概お前のお客さんだよ。大概お前のお客さんに、え、見たよみたいなね、見たよってさ、はい、言われるやん、はい、で、その、初めましてでさ、はい、よくゆずきに会いたくてって来るお客さんおるやん、はい、で、ゆずきがさ、まあ、裏でね、はい、あの、ちょっとついてくださいみたいなこと言うでしょ。で、俺行くでしょ、はい、あ、なんて言われてるか知ってる、はい、実物見ても顔でかいんですねって言われる。まあ、そこかよみたいな、マジでみたいな。もうだからそれしか多分浸透力ないのよ。いいじゃないですか。顔でかい。顔でかホスト。まあね。そうだ、無許可めっちゃ押されてるけど。何が無許可なんだろうね、俺あえて触れずに行くけど。それね、一回来たらぶっこんでみよう。無許可って何ですかって、ぶっこんでみよう。もうただの下ネタでしょ、これ無許可。知らない、そういう政治上は知らないけど。あ、そうだ、確かにちょっと話が二点三でしたね。ED やって言われてんのに、その性の話をしちゃうと、ことがおかしくなっちゃうからね。ED っていう定理書があると。ED なのに無許可。逆写メ詐欺。ゆずき未読スルーだって。ほら、LINE 送られてるよ。誰だろう。LINE 送られてるよ。未読スルーで。そんな顔でかいかな。まあ確かにね。しかもね、なんか、今日代表出てくださいよって時に、なんかめっちゃ緊張するわみたいな言ってるんですけど。しかも最初から言ってたよね、今日。うん、オープン前から言ってたからね。そうね、ちょっとあの後半出てくださいって言ったら、いや、ちゃんと最初から一緒に行くねって言って。言ったんですけど、まあ遅刻ですからね。じゃあちょっとね、仕事を投げすぎちゃった。うん、確かに。いやでも俺今日やりたかったのは、その代表とはどんな人っていうね。間に合うかな。大丈夫。
あ、また無許可だろうなぁ。あ、大丈夫、まだ来てください。大丈夫、まだ来てください。あ、いいですか。はい、じゃあ大丈夫です。大丈夫、本当に、はい、あのショックなこと一つだけ言っていいですか。はい。これね、ゲスト方式取り入れて、はい、大丈夫、ちょっと初ゲストだと思ってるでしょ。そう、じゃないの。全然違いますね。違います。一ノ瀬夏樹ってやつ呼んでた。え、あ、しょっぱな来ましたね。嘘、あ、来た。いや、ファーストゲストあいつなんですよ。マジで500円。すいません。はい、お久しぶりです。どうですか、皆さん、久しぶりの表題。イケメン来たって来ました。あ、ありがとうございます。あのね、従業員にいっぱいいいこと言っとけって言ったんでね。はい、すいません。切れ味悪いですよね。しかも、今日に関しては、はい、しかも俺ね、さっきもゆずきに怒られたけど、はい、まあ、今日もちょっとね、最後バタバタしててさ、うん、結局間に合わへんかった。でもちょっとゆずきおかん無理やし、うん、なんか俺今日営業中からそうやったけど、うん、なんかちょっとキレがないし、うん、喋りね、うん、顔はいつも通り切れてるけど、どうなんですか、そこらリスナーさん。顔切れてます。あ、すごい、切な感激、切な感激、めっちゃありがとうございます。切な感激、うん、感激、感激。はい、確かに、せっちゃんなんで敬語。いや、なんかね、本当にね、緊張しよう。バカズって大事だなと思うのが、久々に出ると緊張しますね。え、けど久しぶりに出たから、はい、あれでしょ、うん、俺が今、どうなってるかもわかんないでしょ。いや、でも俺毎回ちゃんと見てるよ。絶対嘘だって、ゆずポン、はじポンでしょ。ですけど帰っていただいていいっすよ、本当に。いや、俺が見てるようで、なんでタイトルを言えるだけなんですか。しかもそんなタイトル、こんなゆずポン、はじポンなんかタイトルコール一回もやったことないし、しょっぱらですらやらんかったし。だからタイトルコールやったことないじゃないですか。いや、あるから、一番最初。しかも一番最初、ゆずきの無茶ぶり、うん、いや、もうしょっぱらなんで、歴史に残る、うん、タイトルコールあると思いますよって言われて、とっさにね、うん、でそんなもん考えてたらもう超寒いやん、うん、でもとっさに俺やったの、何やったと思う。何やったの。いないいないばあしたから。覚えてないよ。やって。いや、もういい。いや、結構来てるよ。 やってって、いないいないばあ。いやだね、うん、いやだな。確かに、セフォンなんだ。え、ごめん、あとね、俺がここにね、久々にこうなんかね、参加させてもらったっていうのはね、あと言いたいことがあったんですよね。はい、はい、え、これ俺から言っていいの、これ。あ、いいですよ。そう、なんですか、逆に。え、 ED は ED ED 治ったこと言っちゃう。そう、おかげさまで、あの ED 治療がですね、無事進みまして。次のか。あ、そうね。やっと使えるようになったからね、ものが。ちょっとね、気づかへん、あれ見て。何、もうね、もうショットさんがさ、悪ノリから始まったことやねんけど、うん、毎週あれ。どれあれ見てよ、ほら。背景です。違う背景じゃないよ、ほら。名前、名前。あ、名前。ああ、いや、そしたらありがとうございます。ね、いや、これね、ゆずぽん、はじぽんっていうのは、やっぱりゆずきがメインだと思うよね。うん、まあね、それはもうオープニングもゆずきしかしてないしね。そうそうそう。コメントでいっぱいあったんですけど、無許可ってなんですか。無許可ってだけのコメントがあったんですよ。はい、無許可ってなんだろうと。無許可っていうのはですね、僕のあの、転売特許というか、あの営業方針が、シャンパンを入れるときもう無許可で大谷入れちゃいますって。あ、そっちね。はい、よかったら、あの、全然ね、そっちか。リスナーさん、あれですよね、めんどくさいですよね、シャンパン入れていい、やだ、入れていいっていう。俺なんか無許可ってただの下ネタだと思うんですよ。ただの次からシャンパン入ったら、また無許可だと。もうなんなら最近女の子言うからね、また無許可です。みんな言うから。でもその後ってことで、はい、代表についてね、話そうと思ったんですけど、はい、そこでね、告知じゃないか、発表か、はい、そうですね、別に俺の話というかね、これ聞きたかったのは、なんとね、うちの、なんていうか、グループ、はい、グループ、グループですね、うん、が、なんとね、11月の中旬に、もうガチの新店が、オープンします。よいしょ。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。そしてそこにトップとして新代表として任命されるのが、ゆずきから言う。ちょっとすーちゃん、やっぱあれだったわ、久しぶりやからさ、ちょっと、はい、あれが、ま、悪かった。 CM 入っちゃうわ。俺マジ今日 CM 入っちゃう。俺今日俺マジで足手まといじゃない。ダメだね。ダメだよね。もう今からなんかもうドラムロールドルルルってなってるけど、はい、その発表は、はい、CM の後でお願いします。ずっと俺のそばにいろ。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインクたまんねえな。イオンインク。
The largest program on Nightube in history. Which is it? ボーパスト。計画に乗ると不可能だろ。役所だろ。限りましたよ。その通り。揃った。はい、来ました。ごめんなさいね、本当にね、あれですね、タイミング。めっちゃいいだって、ゆずぽん、はじぽん、インポ。ナイスセンスです、これ。うん、なんか、サービスしたいね、したらね。あ、それでいきますね。じゃあ、それでいきます。翔さん、いいっすか。11月中旬、うちの新店の、新代表に、さあ、ちょっと本当、俺ね、俺本当ショットさんが今かわいそうだったもん。どのタイミングでね、今どあったっすよね。どこみたいな、どこみたいな、もうこのね、やっぱ久しぶりになるとね、いやもうまあ、そうなっちゃう。代表ちょっと顔赤すぎ。すーごい緊張します。本当赤。改めて爆発って大事だなと思います。もうめちゃめちゃ。多分カメラ越し気づかへんけどね。うん、顔めっちゃ赤いじゃないですか。じゃあちょっとほら。説明してください。まあそうですね、はい、まあ、説明不要かなと、うん、まあとりあえず女の子も男の子も来てくれたら多分楽しいと思うんで、うん、まあ、11月なんでね、まだ期間ありますし、まだ決まってないですか。まだ詳しくは決まってない。多分あれは名前は、名前は、うん、ルシエルです。かっこいい。みんな意味わかります？フランス語なんですけど、うん、空って意味で、そうなんですよ。だから空の上の人みたいになっちゃったんだよ、俺が。だからもう空にしようと思って。うん。で雲の上の人っているでしょ。うん。で空の上の人ってあんまおらんくない。うん。いらない、今いないね。いないでしょ。なんかそういうこと言わない方がいいですよ。ほんと。バカバレますよ。なんか空の上の人っておらんくない。いや、それ言いますけど。うん。雲の上の人って言うでしょ。いや、はぁ。言うでしょ、はい、うん。ってことは空の上の人。とはじゃないですよ。空の上の人は。前が続けてよ、もう、うん。ほら。そうなんです。はい。だからラルカンシェル見てるじゃないですか。え、うん、ラルカンシェル来るよ。やっぱラルカンシェルって。なんで知ってんの？のね、なんで知ってんのって。で、その、こんな、こんな。実は、ラルカンシェルの会員カード、会員の人限定らしいんだけど、会員カードがルシエルっていう会員カードらしい。あ、ファンクラブですか？そう、ファンクラブ。ファンクラブ限定で発行されるカードがそうらしい。で、うん、まあ、ラルクが好きな人。ルシエル。そう、ルシエル。何動揺してんの。いやもう、ラルク好きしか集まっちゃダメみたいな感じ。いや全然いいですよ、うん、ハイドさんみたいなかっこいい人も働いてもらってもいいですし、あ、まあ、いいですね。確かにラルクしか来てなくない。でもほら、ラルク CL オープン、うんうんうん、11月にね。そうです、うん、で、まあおいおいね、うん、いろんなことはこの場を借りて話していくんで。え、場所はって来てるよ。場所は、うん、第五本間ビルですね。ブレス、うん、来てる子なら分かると思うけど、うちの目の前のビルです、うん、で多分ね、うん、本当に決まってきたら多分この番組中多分どっかに出してもらいますよ。あ、はい、住所とか電話番号とか、うん、まだ本当に全く何も決まってないんで、うん、まあ、多分ここでねビル名言っても歌舞伎町来てないことが絶対分からんと思うし。そうですね、うん、まあおいおい話していきます。ただリスナーさん多分あれだよね、気になるのがこうゆずきがねそのままルシエルに行くのかっていう。ほら、あ、ただもうこう一番重要なこれ、ほらていうこの七瀬ゆずきでっかくない。いやいやいや、でもそのキサキセツ、俺嬉しいのがその間にキサキセツなんで一番最初一度始めでしょ。さっきコメントありましたね、名前がリサキセツ絶対またやったでしょ。あと3人ぐらい増えてる。うわ、またやった。俺全然気づかんかったし。あ、でも来てる、あのうちの系列の太郎ちゃんバーの何階ですかって。あ、地下です。地下ワンフロアでやります。うん、うん、坪数が250坪ですね。うん、ごめん、普通に運気言っちゃったけど。すいません、そうです。はいはい、伊豆様はどうするんですかって。
いやどうしよう、うん、どうしようっていうか俺の権限ではないですけど、ゆずはブレスだよねって来てるよ、まあ、売れれば何でもいいですいやけど逆を返せばゆずきはどこ行っても売れるよね、うん、そんなこと言います、うん、いやもうブレスで売ってきたやん、うん、やっぱルシエルでも売れるよ、うん、売って、うん、まあ取り合ってください、ほんと全然売って、はい、に200円ごめんね、あ、そうです、大丈夫です、大丈夫です、うん、あーねープレスに指名がいても行ってもいい、うん、あ、もう、どうですか、全然大丈夫ないですかね、え、大丈夫でしょ、え、全然別店になるんですよ、だから全然ブレスに指名がいてもルシエルがオープンしたらルシエル指名しても OK です、うん、ただね、最初、はい、最初中3ヶ月ぐらいが、うん、中3ヶ月ですよ、最初の3ヶ月ぐらいが、うん、多分合同営業じゃないですか、あーはいはい、ブレスとルシエルの、うん、で多分ルシエルの箱でやるんで、うん、まあどうなのかなっていう、うん、まだ本当に何も決めてないですね、うん、でもどういう店にしていきたいの、ちょっとこれいい、真面目チックでいい、大丈夫ですか、ゆずさん、真面目チックで、どうなんですかね、うん、なんか俺が売れればそれでいいかなと思いますさっき言ったじゃん、それ、うん、でもね、最近なんかその代表になるにあたって、うん、真面目さんが真面目になってきてるっていう、あららら、なんかいつもふざけた話ばっかりしてるのに、うん、ふとした瞬間に楽しい店ってどんな店だと思うみたいに聞かれて、うん、なんだろうこの人と思ってでけど、ゆずきのね、なんだろう、答えをね、答えっていうか、これ意見聞いてんけど、うん、まあ、なんか率直に考えると、まあ、そこだろうなっていう、うん、なんだろう、例えば、お、働いて、うん、この店いいなって思うのはどういう店って言ったら、うん、例えば、みんなお金稼いでて、うん、モチベーションが高い店、うん、まあ、確かにそこなんだよね、行き着くところって、うん、で、なんかそれをじゃあ具体化するじゃないけど、うん、じゃあどうやったら稼げて、どうやったら楽しくてっていうのを、うん、まあ、考えていくと難しいよね、そうですね、楽しい店っていうのがね、うん、一概にくくりがないからこそ、うんうん、でも最近そうだね、なんかちょっとなんかね、うん、風格が出ましたし、風格出てる、うん、けどなんか逆を言ったら、なんか俺の唯一の取り柄がなくなっちゃったよね、え、そうなんですよ、それがやめてほしいですね、うん、なんでやろうな、まあ多分また戻るんで絶対、はい、それ人間の本質はなかなか変わんないんでね、うん、変えなあかんって絶対言われるやろうけど、ね、このこうやってね3人出れるのもまだ回数が少なくなると思うんで、まあ、3人揃ったからこそ聞きたいんですけど、ブレスで感動したエピソードありますか、はい、ブレスで何お前唐突に生意気な話変えたね、いやいやいや、考えてましたよ、感動したエピソードとか、はい、なんかこう印象的な思い出とかあります、印象的な思い出ですか、俺はね、もうパッと出るのがやっぱね、うちのね、ゆずき坊ちゃんがね、これだけブレスに行ってこんだけ頑張ってるけど、常に一番取れる時に取れなくて泣いてるっていうのがやっぱり俺の中ではお前のあれかなって思います、はい、なんかちょっと感動というかね、うん、やっぱ悲しいですね、悲しいというかね、やっぱなかなか人生うまくいかないなっていう、はい、人生って難しいやつだなと、だけどゆずき今月取るもんね、うわ、いや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 、うん、そうですね、毎月じゃないか、たまにすごい過去最高の自己新記録を出したなって日に、うん、パパーっとこう抜かれたりとかが3回ぐらいあって、うん、そこでナンバー2止まり、うん、ナンバーワンだけ取ったことがないっていうのは、うん、その時泣きますね、まだ締め日終わったとき、めっちゃ泣いて、なんで俺が一番じゃないんだよってめっちゃ怒って、うん、その後に幹部会があるんですけど、うん、1時間ぐらいあって泣きながらどん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 酔いが冷めてきて、なんで泣いてたんだろうっていう自分に戻って、すいませんでしたごめん、俺の今の話題で大丈夫、話を思いってきてるわ、あーすいません、感動かなと思ったんですけどだって一回ゆずきにめっちゃキレられたからね、締め日終わって、ありました、代表がナンバーワン取った時に、まあ、うち営業終わったら、締め日終わったら、うん、ナンバーワンコールってやるんですよ、その日にナンバー発表して、でナンバーワンとかでナンバーワンコールするんですけど、うん、その時にね、まあ、代表がナンバーワン取ったから、まあ、全員参加なんで、それは、うん、で、俺も行くじゃないですか、で、行って、で、普通にね、コールして、で、代表が喋ってるの普通に聞いてて、終わった後にゆずきに、なんなんすか、うん、なんだ、代表の話聞けるんすか、うん、悔しくないんすか、はいはいはい、なんなんすかみたいなのを超言われて、おー、あ、そうなったで、なぜか、俺が泣きたい方やのになぜか、それをムカついてゆずきが泣いてた、やりましたね、で、俺
だからその時ぐらいからかな、なんかゆずきちょっと、ああ熱い人間やなって思ったの。あ、そうですね、うん、俺バースデー月でナンバーワン取ろうと思ってて、締め日でハジメさんにまくられたことあった。はい、その時にナンバーワンコールって聞けなくて、うん、トイレ来て、ごめんねって、女の子に負けちゃってごめんねみたいな、で、ハジメさんの席ついて、じゃあ参りましたじゃなきゃ。いやいや、あのナンバーワンはね、多分今まで取ったナンバーワンの中で、うん、もう多分1位かな、まあベスト3には入る気持ちよさ。さっき1位って言ったじゃん。1位ちょっと下がったじゃん。そんなあれは気持ちよかったね。じゃあ逆にさ、新代表のね、あの感動のエピソードって何？これからの店のすか？違うよ、今まで。あ、だからね、結構確かにけど、うん、感動っつったら、うん、やっぱゆずき絡みになるかな、なんだかんだここやっぱね、いいライバル関係だもんね、うん、で、やっぱゆずきピンのやつもあるし、うん、自己満の感動やったら、そのゆずきのバースデーズキ何番取ったこともそうやし、うん、あとなんだろうな、ゆずきが一回支配人から落ちた時、はい、落ちて部長になった時に、はい、要はその部長から支配人にもう一回上がれる期間の最後の時に、うん、まあ、ぶっちゃけね、あもうゆずき戻ってこられへんやろうなと思ったけど、うん、もう締め日にロイバカ入れて戻ってきたっていうのも感動したし、あれ痺れたね。あでも未だに何番取ったことないっていう。しかもコメントがなんか重すぎみたいな感じで、ダメですね、こういう感動話。そうね、うん、あの学びました、すみません。来月から新しい話題を考えます。でもどうです、ね、ゆずき的には今後は頑張りますよ。はじめさんがいなくなる前にナンバー取んなきゃなって。いなくなる前、うんうんうん、っていうことはリスナーさん、ゆずきブレスに残りまーす。あ、まだ早いか、まだ早い、はい、違うよ、今月取るってことでしょ。いや、はい、え、じゃあ8月でしょ、8、9、10でしょ、多分俺11月おらんから8、9、10、あと3ヶ月しかないからね。頑張ります、3ヶ月以内でね。安心してください、全部俺が取りますから。今月はどうです？地面うちの締め日24日です。あと営業が6日、5日、5日です。5日です、待ってますね。はい、ぶっ倒る感覚に投げかけるすべもなく、たまり込んだことにすがる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで伝え込んだ仮面を舐め、紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なこの溺れているんだよ、息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。